試合があったか、ちょいちょい行ってますね、試合は。まず、俺は行ってないですけど。新潟の生活意外にすんないんですよ。けど、2年に1回、3年に1回ぐらいは、ドバーンって行きますけど。うん、はい、田中達也くんでーす。お願いします。元気？一応元気は元気です。今、あんまりやっぱ家から出れないでしょ？そうですね。チームの練習もないんで、まあけど、トレーニングと、あとなんか、課題みたいなの出されて、まあそれをやったりしますね。こんな状況になるとは思ってもみなかったからね、みんなね。そうですね。まあ東京の数よりやっぱり少ないですけどね、その感染者。けど、うん、徐々に増えたりしているので、結構学校とかも子供の休みになったりして、警戒してますね。タちゃんちの子はだって結構大きいでしょ？上の子だってほら、もう、なでしこ目指してるんでしょ？なでしこ。なでしこ寝てるのかな、まあ、はい。え、いくつになったの？え、今中3ですね、上が。中3、6、年長ですね。え、中3の子は達也より大きいの？いやいや、さすがに負けてないけど、いつも言われます。負けてんじゃないみたいな。だから。うちね、結構中1のがね、もう155ぐらいあって。マジっすか？まだ勝ってます、ね。まだ大丈夫だけどね。で、161、2ぐらいあるのかな？まあね、そんな年だよ、俺たちも。もうちょっと踏ん張って勝とうかと思ってます。そっか、達也は新潟行って何年目？今、今年で8年目ですかね。あ、もうそんななんだ。1年目ってみんなに言われるんですけどね。去年1回戦力外になったんで。ああ、そうだよね。で、もう1回再契約してもらったんで、先輩とかには、お前1年目だからな、みたいなことを言われたりします。で、それは何？ 1 回じゃあ、そのチームとしては、来年の契約結ばないって言ったけど、その再契約ってなんで再契約になったの？いや、もう、どうですかね。まあ、エージェントとうちの、あとはもうチームが話し合ってて、うまくそこが合致したというか、っていう感じですね。監督は変わったんだっけ、今年。監督、はい。スペイン人になりました。そうなの？スペイン人監督って。バルセロナの人なんですよ。なんでなんかまあ、そういうことももちろん求めてくるけど、そのパス回しとか。うん、結構、情熱とか、握力とか、やる気とか、その辺は第一に求めてくるので、そこはちょっとびっくりしましたね。なるほどね。その辺はじゃあ、はい、ドイツ人監督と同じような感じだ。これ、ありきの、パスワークとかっていう感じですかね。うん、じゃあ、開幕前のそのキャンプっていうのは結構いい準備ができたの？チームとしては。もう結構練習からもうガチガチで、まあ削り合いまでいかないですけど、うん、もう激しいですね。え、開幕はどうしたんだっけ？開幕は群馬に 3-0 で勝ちました。じゃあ、いいスタートを切れて。見たの達也。いや、僕、怪我してたんで、最後の最後、合宿、怪我して、まあけど、すぐ復帰できたんですけど。だって36？ 今7で、旗8の年です、今年。そっか、すごいね。もう20年目だ、じゃあ。俺が、なんかそんなイメージないですよね。もう若いイメージですよね。そう。18歳。むしろ、なんか、高1の時の、あの、選手権で見た達也。イガグリアドマのですね。そう。テレビで見てて衝撃的だったからさ。で、レッドが入ってきて、いい感じだから。そうですね。あの、大宮競技場にあの、シンジさんとかに会いに行ったの覚えてますもん。俺は未だにもなんか、シンジさんと会ったら、それ言われますね。うん、まあでも、なんか、久しぶりな感じしないね。マジっすか？僕なんかちょいちょい YouTube 始めたなと思って、見てましたけど。やることないからさ。鈴木さんとか出てくるのを見てて、お、出てると思う。とりあえずやっぱりね、レッツの OB から固めていこうって思って、やったら見てる人たちもレッツのファンばっかになっちゃって。いや、もうそこ狙いでいきましょう。でもありがたいけどね。いろいろ応援してくれてね。レッツの試合やっぱ気になるの？洋介と平さんとかとまあ連絡ちょいっと取って、いう話はよくしてますけどね。そうだね、洋介のとこはね、家族ぐるみでなんかね。めちゃめちゃいつもお世話になってます。後輩だけどお世話になってます。家族がお世話になってます。洋介もね、子供生まれて、今毎日おむつ替えてるって言ってたよ。うちの子もまだ可愛がってなって言ってました。言っときましたけどね。できて、うちをほったらかしにしないでなって。まあでも、自分家の子ができたらね、状況は変わってくるよね。そこでもうぐいぐい言っときました。待ってるぞ。たっちゃん、もう8年か。なんかそんな感じで、奥さんとは最初とかでたまに会うんだよね。去年か。そうですね。去年何戦だっけな、うん、松本戦みたいです。そうばったりあった。娘送った後か。なんか空港に送った後。いや、めちゃめちゃ覚えてますね。俺たち試合があったから、ちょいちょいそうですね、行ってますね、試合は。あと、俺は行ってないですけど。新潟の生活はどうなの？冬はやっぱり雪でしょ？あ、でも市内はそんな降んないのか。意外に降んないんですよ。けど2年に1回、3年に1回ぐらいはドバーンって行きますけど、そうなったらもう大変ですね。降り方がすごいからね。膝上ぐらいまで来ますからね、市内でも。で、駐車場も出れないとか、練習今日中止なみたいになって、近くの、なんか地下にある野球場みたいなところでやったりもしたりします。そっか。どう？アルビレックスは J1 を目指していくチームではあるじゃない？ちょっとここ最近、はい、なかなか勝てずっていう感じだけど。
そうですね。やっぱり J1、J2、カテゴリーが下がるから簡単っていうのはわけじゃないですね、絶対。うん、全部もう別々の、うん、リーグというか、タイプが全然違います。難しいです、やっぱり。分析されるし、やっぱ守備的なチームも多いから、そういう意味では、やっぱ勝ち抜くって大変だなって、まあ、去年、一昨年で思いました。うん、ね、去年ほら、そうだよ。なんだっけ、レオナルド。どう、新潟でも、ね、得点取ったけど、やっぱいい、はい、彼は。レオ、シュートうまいっす。もうボックスの中でめちゃめちゃ仕事しますね。ね、岡野がブラジルから取ってきて、はい。で、鳥でね、まあ、ポン、得点をなって、新潟行って、また今年レッツ来たから。最初、どうなのかなと思って、去年来た時に、うん。なかなか最初、フィットしなくて、けども、フィットしだすと、だ実質最初の10試合、それで結構行きましたからね。うん、ね、得点は20、集合点取ってるもんね。やっぱだから、あれだよね、いいパスクリア決めるよって感じなんだよね。結構、背負うのうまいんですよ。ちょっとターンしてシュートがうまいんで、エメとかも、ラファとかも、はい、合わせるのがやっぱうまいっす。まあ、開幕戦でも点取ったからね、はい、ハングリーだよね、やっぱね。ゴール、ボール来ないとやっぱ、なんで出さないんだみたいな、大事だなって思いますけどね。スパチャのプレイスタイルはどうなの？変わってんの？まあまあ徐々に変わるけど、前みたいに縦にガーンって何人もっていう感じじゃないですけど、ポジショニングで勝負しながら、うん、大事なところでパワー使えるようにっていう感じは意識してやってます。うん、やっぱり38にもなるとさ、体力の問題とか、まあ、怪我もそうだけど、どうなの？まあ、人それぞれだと思うけど。鍛えるっていうことをシェアしてこっちで。しっかりなんか本当に器具使ってやるようにして、そこだからうまくいってるところかなって思います。新潟は基本、やっぱブラジル系な感じじゃない？外国人も当然そうだけど。やっぱフィジカルコーチは、そういう常にいる感じなんだ。今はスペイン人のフィジカルコーチなんですけど、うん、僕入った時にブラジル人のフィジカルコーチって結構厳しくて、そこで鍛えられましたね、かなり。柳下監督と、そのブラジル人のフィジカルコーチ、そこでちょっと自分が訛ってたところをこう、もう一回鍛え直してもらってっていう感じでしたね。じゃあレッツの時は訛ってた感じなんだ。そういうわけじゃないですけど、なんかやっぱ、うん、全然違いますよね。クラブが変わると、スタイル全然違います。新潟来ても、ガンガン走るようになったり、そういうところ自分がやっぱり劣ってたところというか、弱かったところをもう一回鍛え直して、ちょっと怪我は減ったかなと思います。まあ、監督、コーチが変わるのも大きいけど、やっぱチームが変わると全然変わるからね。やっぱ目指してるスタイルがあるじゃないですか。それも含めていいところに移籍できたかなと思います。うんうん、やっぱ新潟は走らなきゃダメなんだっていうところもあるでしょ。もうめちゃめちゃ、やっぱハードワークっていうのは、より色濃く出るチームだなって。だから先発とかめちゃめちゃやりましたもん、最初。必死に、この18歳のやつと、ひっつきながら走ってましたもん。先発は何？1000メートル8本、タイム設定とかも結構早かったから。1000メートルだと何分ぐらい？なんか4グループぐらいに分かれるんですよ。僕はもうその時入った時にもう、結構年齢も一番上の方だったんで、うん、それでも3分45とか結構早いですよ。そうだね、早いよね。3分ぐらいですから。8本走んのか。まあ確かに、レッズでそういうのは見たことないな。みんなやっぱりボール使いながら、その時の監督の考え方もあると思うんですけど。今の監督はそんな、そうじゃないんだ。今の逆にボール、乱射吐かないです。絶対スパイク。すっごい変わります、俺は。選手側からしたらいいよね。選手側からしたらいいけど、なんかやっぱ体的には、やっぱりがっつりやってもいいかな。陸上部的なのも、いい感触があるんで。そうだ、やっぱ帝京高校だからよ。戸田橋ってこう言ってありますからね、よく。戸田橋だと10キロぐらいあるの？いや、20キロですね、だから。片道20キロ。40キロなんですけど、僕一回も行ったことないです。なんで？いや、なんか僕んなんですよ。3年間一回も行かなかったです。帝京もそうだけど、まあ、国もそうだけどさ、高校サッカーのそのあるあるだよね。けど帝京すごいいいところでしたよ。通いの人もいるから、帝京って。うん、だから、そんな遅くまでできないんですよ、うん。練習時間もそんな長くないんですよね。昨日とというか、ほら、インターハイがさ、中止じゃん、今年。やっぱスカウトされるのってそこじゃない。夏じゃない。それなくなるのって結構きついよね、高校生。このモチベーション結構変えそうっすよね。選手権もあるんですよね。もうそこもわかんないですかね。一応、選手権はまあ先だけどね。だって今回ほら、この関東大会も6月とかじゃん。だからそれ自体も多分ないんだろうし、はい、で、インターハイは予選からも多分ないってことでしょ。進路だよね。かなりやっぱり影響しますよね。うん、プロ目指してる子もそうだし、はい、大学もそうだけどさ。そこでギリギリ決まったりする人もたくさんいますもんね。いきなり活躍して、多いぞみたいな感じで。スカウトする側も結構頭を悩ませてるよね。まあ、待ってないですもんね。今回こんなんでどうなっちゃうのか分かんないけど、まあリーグ戦もね、まだちょっといつ始まるか分かんないから、はい、なかなかモチベーション的にもどこに持っていくか。日にちが決まらないとなかなか上がってこないでしょ。そうですね。もうだから今はけど、いつ始まってもいいように、開くと、やっぱベテランの選手が結構厳しいと思うから、もうなるべく落とさないように自分がやれることはやってます。そうだね。でもあと家族とね、はい、こんなにずっと一緒にいることもないでしょ。家族5人で、ほとんど今、99% 家族だから。
もう 1% はなんか嫁がスーパー行くぐらいなんで、だから結構やり尽くしてます。やれることみんなで携帯のゲームしてますね、いつも。そうだよね。もう、そうやって時間を潰していく、潰していくさえんだけど、まあ、うまく有効活用していくしかないからね。かつやさ、そうそう。新潟から去年、ね、じゃ戦力外ですっていう感じで、契約しませんって言われて、はい、次じゃあ、再契約ってなるまでの時間の間、何考えた、はい、当然まだ現役をやろう。いや、もちろん。まず考えてたのは、トライアウトを受けようと思ってて。で、そのトライアウトの前に僕、また怪我してて、最後ちょっと。結局そこ間に合わないから、代理人の人にそういう話をして、とりあえずまあ、代理人が頑張るわ、みたいな。で、話してて、で、もともと代理人と戦力外を受けた時に、例えばもうまだやっぱりアルビでやりたいよねって話になってて、まあもちろんそれを僕もやりたかったし、去年 J2 でやって、出れないというか、まあ自分自身試合も出れないし、不本意な順位だったし、そこでもう一回ここでやりたいっていう話をして、で、秋山さんがちょっとチャレンジしてみようみたいな。けど、その時やっぱりうまくいかなくて。で、それでちょっと時間空いて、また、うん、そういう話になりましたね、結局。あ、でもね、年齢もまあ37、8の年だし、やっぱりなんかこう、今後のことも考えたりするでしょ。現役やれる時期はもちろんあって、うん、やっぱり自分が好きなサッカーだから、サッカーに携わりたいなとは思ってますけど。うん、指導者派？そうですね、指導者やりたいですね。やりたいのやりたいですけど、やりたい人いっぱいいるじゃないですか。そうね。そこの大変さ。自分はもうどう、まあ大変なのもうそれはもう覚悟してあるけど。やれるのなら、資格は取れるだけ取って、まあ準備はしたいなと思いますけど。なるほどね。いい代理人が出てから、アッキーが。あの人に頭上がんないですか。そっか、アッキーなんだ、代理人。もう、つつみもだって代理人目指すんでしょ？あ、そう。なんか勉強してんのかちょっとわかんないですけど。うんうん、そうそう、言ってた言ってた。まあ、レッツ、OB としてもう迎え入れてるから、つつみは。つぼいつつみはもう早いから、グループライン入れて。あ、あるんですか、それが。あるあるある。あの、会費3000円だから。え、年会費。うん、そう。今何人ぐらいいるんですか？グループラインだけで80人。え、すげえ。会長みたいなの誰なんですか？会長は久々さん、土田さん。だけど、まあ、土田さんも今ね、ちょっと忙しくなっちゃうから、まあ、とりあえず続きにやれっていう話をしてるよね。毎年なんかいろいろやったりするからさ。まあまあ、当然、達也はまだまだ現役でやってもらわなきゃ困りますけど。はい、もうちょっとやりたいっすね。ね、けどまあ、怪我とかもまあ、ほんと少なくてプレイできてるから。今だってほらもうね、中村俊介、まあカズさんもそうだけどさ、シンジもまだやってるし、ああいう人たちがやってやめられないでしょ、逆に。はい、まあ比べたら失礼だなと思いますけど、もうすごい人たちばっかりだから、すごいですよね、カズさんとかはもう。試合に出てどうのこうのっていうのもそうなんだけど、でもそういうふうにやっぱりその、年間通してずっとやれてるっていうのはやっぱすごいよ。うん、もうみんな言います。カズさんと一緒にやった人、やっぱ移籍したりしてきたりするじゃないですか。うん。もうカズさんどうって聞くと。本当に若いやつとほとんど変わんないって言ってましたもん。そこと比べるのはまあ本当に失礼だけど、うん、全然まだまだだなと。まあ、シュンさんもですけど、ヤットさんとかも。うん。すごいっすよ。まあでもね、怪我しないように、今シーズン J1 に。もうや、マジでそれ頑張ります。いろいろ話聞かせてよ。水井さんはちょっと遊びに来てください、新潟に。俺の親父の実家が新潟なのよ。マジっすか？おじや市とかだよ。はい、おじやがちょっと遠いよね、まだね。新潟ね。長岡の先ね。呼んでくれれば行くよ。じゃあ、マジで呼ぼう。自分が出そうになった時に呼びますね、じゃあ。ああ、ね。はい、ダゾンで見るから大丈夫。ダゾンで。まあでも、ただ頑張って、ご家族にもよろしくお伝えください。わかりました。はい。ありがとうね。ありがとうございます。またなかったらお願いします。はいはい、ありがとうございます。さあ、今日のゲストは。はい、もうね、入札終わってる。なんで言うの？